これ飴色オオアリなんですけれども、以前ご紹介した時と比較してめちゃくちゃ増えたんですよ。こんな感じです。今ケースをね、1、2、3と3つ連結してるんですけれども、まあ餌場の方にも溢れちゃってるので、もうこれね、引っ越しですね。はい、ってことでやっていきましょう。はい、いつもお世話になっております。アンツベチャンネルです。ということで、飴色オオアリを久しぶりにやっていくんですけれども、全くね、ご紹介してない間にかなり増えまして、今年4年目ですね。今調べたら4年目になりますね。なので丸3年経過したコロニーになります。で、1年2年目はね、普通に増えた感じだったんですけれども、去年の3年目に爆発的に増えました。なので、この飴色オオアリ、もしかしたらね、3年目くらいに一気に増えてくるのかもしれないんですけれども、かなり好調なアリなので、今もうね、これでもう限界ギリギリになってる状態です。はい、なので引っ越しをね、もう間違いなくやらないといけないタイミングになってるんですけれども、これでもね、結構場所取ってるんですよ。なので、これをもっとつなげていくのはちょっとね、場所的に良くないかなと思ったので、今回はですね、新しい巣を準備しました。それがね、こちらになります。じゃん。はい、もうね、収まりきらないですね、もうカメラに。なので、ちょっとね、移動しましょう。はい、これで映りますかね。これが全体の映像になりますけれども、もちろんね、皆さんこれ何の巣かわかるかと思います。エスチランジアさんの特大の 3D プリンターのアリの巣になります。はい、これはね、めちゃくちゃでかいです。こっちの今まで使ってたものも同じエスチランジアさんのものなんですけれども、それと比較して大きさどれくらいだろうな。本当に4倍？このね、小さいケースが4つ入りそうなくらいの大きさです。はい、その分ね、値段もまあまあしたんですけれども、まあこういう大きい巣に切り替えた方が多分いいと思いましたので、今回はこれを使っていこうと思います。で、一応ね、簡単にこの巣をね、ご紹介している方も多分あまりいないと思いますので、せっかくなのでご紹介しておきましょう。はい、こちらはね、 3D プリンターの巣になるんですけれども、やっぱりね、日本で一番最初に 3D プリンターのこういったね、既製品の巣を作成されてた業者さんなので、やっぱクオリティがめちゃくちゃ高いですね。はい、なんて言いますかね、こういう角っこのところとか表面とか、そういう仕上がりとかを見てみても、やっぱりワンランクね、品質が高いなっていう感じが見えます。はい、で、こちら見て分かる通り、両面から観察ができる、こんな感じなタイプのものになってるんですけれども、まあ、一応表と裏があるみたいで、こういうふうに何層かに分かれてるところで、この裏側に階段みたいに、階段じゃないんですけれども、スロープになってて、下から上に上がってくれる構造になってて、裏面がそのね、スロープの部分がしっかり観察できるようになってます。まあ、ただね、観察がこっちだとしにくくなっちゃうので、表はこっちにして使うような感じですね。そうすることで観察もよりしやすくなるかなと思います。はい、で、この巣自体の吸水の方法なんですけれども、一応ここにね、こんな感じで吸水のタンクが一応ついてます。はい、なので吸水させて、ここにセッティングすれば、ここのスリットがね、側面にいくつも線がいっぱい入ってると思いますけれども、このスリットからここに入れた湿気が出てくる、まあ、それで巣の中が加湿されるみたいです。はい、まあ、今回使うのは飴色オオアリなので、あまりね、加湿させなくてもいいかなと思いますので、あまりこの機能は使わないと思いますが、加湿飼育の、例えばね、黒山アリとかでも飼育できるんじゃないかなと思います。はい、早速引っ越しやっていきます。
はい、引っ越しをしてから丸1日経過しました。はい、おそらくもう引っ越しがね完了したかと思います。で、引っ越しをねスムーズにさせるためにこんな感じでアルミホイルでね巣を覆っておきました。まあ、こうすることで暗い方に移動してくれましたので、結構スムーズにね引っ越しができたんじゃないかなと思います。で、まだ自分もねこの中を確認してないので、ちょっとこれをね開けてみてアルミホイルをちょっとね取り外してどんな感じになってるかちょっと早速見ていきましょう。ちょっとねしっかり巣として機能してるかが気になるんですけども、おお、すごいすごいですね。なんかこのでかい巣を買ったんですけども、もう結構満タンな感じじゃないですか。ちょっと拡大していきます。これね下から数えて 1,2,3,4,5,6,7 段階層があるんですけれども、結構ねこういう巣の場合だと下の方に固まっちゃったりしがちなんですけれども、上の方まで全てね使ってくれてますね。うわ、これはやばいですね本当に。ちょっと巣の中をね観察していきましょう。はい、ということで今回はですね4年目のアメイロオオアリのコロニーに、巣がね手狭になってしまっていましたので、新しい S チランジアさんの巨大な 3D プリンターの巣を与えて引っ越しをさせるっていうことをやっていきました。結果的にはねめちゃくちゃかっこいい巣ですので、もうね大満足を超えるくらいですね、過去最高になんかいい感じな巣なんじゃないかなと個人的には思います。で、今現状もね結構もう満タンな感じなんですよね。なのでこの巣をもう1個2個つなげていければいいなと思いますので、ちょっとこの巣お高めなんですけれども、かなりいいなっていうのが分かりましたので、連結してもっともっと大きなコロニーに育てていこうと思います。このアメイロアリもね自分のお気に入りのアリですので、定期的にこのチャンネルでもご紹介していこうと思いますので、もっと増えてきたらねいろんなご紹介とか含めてできればと思います。はい、てな感じで今回はこの動画は以上です。この巣めっちゃいいですよ。はい、てな感じでご視聴ありがとうございました。